牧は馬や牛などの家畜を放し飼いにして飼育する土地、施設。日本では古墳時代に乗馬が導入された際、牧による馬の飼育が始められたと推定される。機内周辺から各地の豪族によって広められ、東北などが馬の特産地とされた。大化の改新以後、牧は律令成果で整備され、日本初期牧、第27によると、 668年7月、またふさに薪を起きて、馬を放つとある。同月、高来、古の道より、使いを、剣して、月見つぐるとあり、同年、高来は刀によって滅亡させられている。当該記事の直前に、字に、大見国、武を、甲府ともある。当時の大見国には、くだらの移民が居住しており、9月12日には、白木からの剣士と、功能もあるため、 白月の絵の戦い以降の緊迫した国際情勢と合わせて考える必要がある。本格的な巻の経営は俗に本期牧第一にある文武天皇4年3月の諸国をして牧地を定め牛馬を放たしむである。両政の巻は馬山巻霊、馬屋孤立に規定され、全国の巻はすべて兵武将の悲観である平和史の干渉のもと、 諸国の国史の支配下で、牧町以下の牧官によって経営され、軍団用の馬の供給に充てられた。駅場、天馬や農耕牛も育てられている。食器牧、第三の慶運四年には、鉄印を、摂津国、伊勢国など二十三カ国に給付し、牧の区徳に記せしめたとあり、かなりの国に、官牧が設定されていたことが判明している。馬山五によると、 各地の関巻には、牧長一名、牧長一名が置かれ、和牛100頭を持って、一軍とし、軍ごとに、牧子二名を使用に充てることになっていた。牧場の一部は中央へも更新され、宮廷での儀式や行行、都の城の護衛にも用いられている。演儀式、左右馬塚刺式によると、機内ほか8カ国に、合計62匹の国海馬が置かれ、これは、 馬会部の存在する国と、ほぼ一致すると、その学校は述べている。これに対して、両政による18カ国の諸国のカ巻は、平和史の所管にあり、大同3年以降は、兵部省直属のものとなったものである。これらから蜜ぎ伸ばされたものが、左右馬塚式にある、諸国つなぎ会馬牛であり、食器巻き、第11の天表を4年8月の聖武天皇の、 ミ事のノにある、甲に新入する牧場の牛馬は、東海、東山道及び、三陰道の諸国の兵器、牛馬の規定から除外されて、売買、国外入りでの規定の例外とされている。蜜にのぼされた牛馬を飼育したのが、金と薪で、機内金国に設置され、必要に応じて刑に転身された。8世紀末、平安時代初期の軍団制の崩壊とともに、薪は中央へ、 三井木植えする馬の育成場として再編され、新たに直死木が発展した。これは、初期巻第26にある、聖徳天皇の天平神護元年2月765年設置の、うち馬屋寮が管理した牧によるもので、左右馬塚刺しでは、貝の国、武蔵国、品の国、上の国の4カ国32木が設置され、 毎年240匹の馬が蜜に伸ばされた。これらの薪には、薪官あるいは別党が任命され、中央政府による直轄性の強い体制が取られている。以上のようにして、薪は、兵部省管轄の諸国薪、直脂薪、金と薪の3種に分けられ、乗馬、ダバのほか、天舎、乳製品用の牛を飼う牛薪も設置された。馬は、東国、牛は西国に多く、 これらの官営薪のほか、石関家などの貴族や寺社、寺領が経営、領有した渡し薪も数多く現れ、薪は徐々に荘園の一種と化し、中には高知化されたものもあったという。これらの薪は後に武士階級が台頭する一員ともなり、鎌倉時代には軍事、運輸上の必要性から各地の薪が再び盛んになり、さらに江戸時代の薪の土台ともなっていった。 ありがとうございます。